はい、おはようございます。今日は、クロケンパパ、マオイママ、ペットなんとかペットインターペット2018という、展示会ですねに、勉強のため行くということで、今早朝です。6時をちょっと過ぎたところですね。この子たちはもうすっかり起きて遊ぶ気満々です。一度出しますか、このうるさい子は。はい、はい、いいよいいよ。その代わりご飯でちゃんと戻ってもらえませんかね。よいしょ、遊んでばっかりいないでちゃんと戻ってね。はいはい、はいや、はいはい、よいしょ、こっちまでおいで、おいでおいで、おいで、おいで、あずちゃん、あずちゃん、はい、お返事するようになりましたね。はい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 、はい、ちゃんくん、あずちゃんこっちおいで、アズちゃんもジャン君ポンちゃんに馴染んできてるじゃないな。そう、まずはご飯で戻るために運動です、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 はい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 、
ちっちゃいなやっぱり。ずちゃん。まあもうそこに置いとこうか、うん、じゃあ後で食べてね。アンズさん買いに置いとくね。今お店取り替えるね。はい、それではですね、展示会の方に行ってきますので、ポンちゃんから、はい、ジャン君、お留守番をよろしくお願いします。アンズちゃんはどこ行っちゃったのかな。あ、いたいた。アンズちゃんもおとなしくね。お、シャワー言ってるの。ちょっと怖かった。じゃあね、おとなしくしててね。地元の桜も満開になりました。唯一何メーターぐらいあるかな、 4,50 メーターぐらいの短い距離の桜のアーチです。こちぐらです。うちは、安全な接着剤を使って固めている。これはそのままの自然のままですね。ありまして、やっぱりそのトレーナーさんからも動物行動学の観点からこうあるべきみたいな、やっぱりケージの中にいたんだね。ただいま。ここじゃないかな。あ、いないね。おや、アンズちゃんは行方不明。棚の奥かな。
人が帰ってきたのでビビったかもしれないですね。はい、待ちます。いたのね、ハンズちゃん。ひょっとしてジャン君と同化してた、暗くて見えなかったかもしれません。ジャン君のベッドで一緒に寝てた可能性があります。気がつけばよかった。